男らしいも何も男ですよ、その方。はじめまして、神崎秀里です。ピチピチの高校生、よろしくです。はあ、お人形さんのようで可愛いです。どうですか？ちょっとサイズ大きいかも。むしろそこが良いですよ。今日はヒデリンに会いに来てくれてありがとう。かーかいですよ。店長ってそうだったんだ。おい、その手つきやめろ。うわっ、こんな感じで相手の手助けをするの。おふん、僕のポテンシャルを生かす服。こすろりとかはどうですか？かわいい、かわいい。当然です、僕が着てるんですからね。セクシー路線ですか、いいですね。でも僕はそういうのも全然ありですけど、ファンには刺激が強すぎるかも。やだ。行ってきます。不祥事引退は目指さないでください。つい今度こそ。あれ、合ってるよな。じゃあなんで。すっきりです。可愛いですけど、これ着て外は歩けないです。 TPO わきまえろってやつですよ。やっぱり分かったですよ。花から僕で遊ぶつもりでしたね。まあまあ、いいじゃない。